ピエール・テイヤールド・シャルダン、ピエール・テイヤールド・シャルダン、ピエール・テイヤールシャルダン、1881年5月1日から1955年4月10日は、フランス人のカトリック司祭、イエズス・会イで、古生物学者、地質学者、カトリック思想家である。主張、現象としての人間で、キリスト教的進化論を提唱し、20世紀の思想界に、 大きな影響を与える。彼は、創世期の伝統的な創造論の立場を破棄した。当時、ローマは、これが、アウグスティヌスの現在の教理の否定になると考えた。北京原人の発見と研究でも知られる。テイアールは、1881年、フランスのオーベルニュ地方に11人兄弟の4人目として、生まれた。彼の家は、 ルイ18世時代に助赦された貴族の家柄である。この地方は火山性地質で、父、エマニュエル・テイヤールがアマチュアの自然学者だったこともあり、テイヤールの地質学や古生物学への関心は少年時代に育まれた。1899年、イエズス会の修練院に入り、修練師として学ぶが、修道会がフランスより追放されたことで、 ジャージー島へと移動し哲学を学ぶ。その後、物理学、科学の教師として、エジプトカイロのイエズス海高等学校に派遣され、エジプトで教師として勤務しつつ、発掘調査などを個人で行う。1911年、イギリスにおいて主催に除外される。パリ自然歴史博物館で、古生物学者、マルブリンブルの弟子となる。1922年、 パリ博物館で博士号を取得し、パリのカトリック学院の教授となる。同じイエズスカイシリセント神父と出会ったテイヤールは、中国に招かれ、地質学と考古学を学び、モンゴル、オルドス等への科学的研究旅行を行う。1924年、パリに一時帰国したテイヤールは、上長より彼の思想に問題があることを指摘され、中国へと再び戻る。 1929年10月、テイヤールとカナダ人研究者ブラックは、パリ博物館に電報を打ち、北京原人の発見を報告する。就航店で発見された、旧石器時代の石器を鑑定して、北京原人がこれらの石器を使用していたと判断した。この後、テイヤールは、ゴビ砂漠、中央アジア、インド、ビルマ、ジャワイと研究旅行に出かける。 1939年、日本軍の進出により、北京在住の外国人は、南京状態となるが、TAR は、進化についての施策に没頭し、現象としての人間、ルフェノメン・ユマンを執筆する。1945年の第二次世界大戦終了後、TAR は、考古学者としての名声の中で、ヨーロッパに戻るが、カトリック教会及び、イエズス会は、 T.R. の思想を危険なものとみなし、彼をニューヨークへと移転させる。ニューヨークで過ごす日々の合間、彼はアフリカへと旅し、当時発見されて間もなかったアウストラロピテクスの研究にも携わった。1955年、ニューヨークにて T.R. は成去する。現象としての人間に代表される T.R. のキリスト教的進化論は、当時、 進化論を承認していなかったローマ教皇庁によって、否定され、危険思想、異端的との理由で、その著作は、禁書とされた、ールの死後になって、禁書処置は解かれた。しかし、現象としての人間は、装甲版の副写が作成され、回覧されて、多数の人の読むところとなった。テイアールは、古生物学上での人類の進化過程を研究し、 人類の進化に関する壮大な仮説を提示した。宇宙は生命を生み出し、生物世界を誕生させることで、進化の第一の段階である、ビオスフェア、生物圏、バイアスフェアを確立した。ビオスフェアは四十億年の歴史の中で、より複雑で精緻な高等生物を進化させ、神経系の高度化は、結果として知性を持つ存在、人間を生み出した。 人間は意志と知性を持つことより、ビオスフェアを超えて、生物進化の新しいステージへと上昇した。それが、ヌースフェア、H 圏、であり、未だ人間は、H 存在として、未熟な段階にあるが、宇宙の進化の流れは、H 世界の確率へと向かっており、人間は、H の究極点である、オメガ点、オメガ点、ポイントオメガへと進化の道を進みつつある。 オメガは未来に達成され出現するキリスト、クリストコスミックであり、人間とすべての生物、宇宙全体は、オメガの実現において、完成され救済される。これが、テイヤールのキリスト教的進化論であった。テイヤールは、古生物学と生物進化に関する学識と洞察によって、壮大な科学的進化の仮説を提示した。しかし、テイヤールの進化論は、 実証科学の立場より批判を受けた。TR の主張は、進化に関する科学的事実に基づいた記述を行いつつ、科学では実証されていないし、確認もできない、想像領域で奥断的な命題を導入し、論理的誤尾の上に、その進化論を築いているというものである。実証科学においては、TR の誤尾は明確である。しかし、 哲学的ビジョンとしては、オメガすなわち、キリスト、全知全能の神が、進化の目的であり、進化の極地にあって、神が生まれるとの思想は、20世紀にあって、独自な思想であった。上智大学には、テイヤールド・シャルダンを記念して制定された、テイヤールド・シャルダン奨学金がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。